しくどうぞ。小林晃です。これ小林晃がいいな。よろしくどうぞ。あの子をペットにしたくって多分誰も知らないんだよな。さあということで今回イニエスタ打っていきましょういいから早く感想させてください。今日チェリー一応誰なの。小林晃。あの平成ボーイには分かんないんで。いやですよね。いやそうなんですよ。じゃあ皆さんちょっと僕、はい、チンコの方行ってくるんで。あら、はい、いってらっしゃい。428枚ありました。ああ、ある。まあ、おめでとうございます。皆さん、ファイト。タバネリは、タバネリはガットさん。タバネリどっか行っちゃった、どっか行っちゃった。今もうめちゃくちゃ面白くて右行ったらめっちゃ強い台があったんですけど、空いてればいいですけどね。打っちゃ満発出るみたいな台なんですよ。スキーを作らせないめくるせ、目線は見せる言葉でさえ麗しく思わせる。まとめぜ愛と空洞を織り交ぜ、冷たくはしなさっぱりだぜ。人までもなく氷の道をまた忘れる通り落ちる。欲に落ちて顔見返っちゃう、囲らず刻まれる交尾者。二度とお目にかかることはない。 Still my heart's in like a movie show。 狙い定め直線に勝つ、夢に描く至極の感想。元気な二人で映画化ピカソ。めっちゃ出して帰ってきたカットさん受け入れない俺は。出るか。ただぶっちぎりになりました。ぶっちぎりに。おめでとうございます、はいはい、エンディングです。そりゃそうなのよ。そんな出てないからすげえな。やっぱ3人で打つと1人ぐらい完走するんだな。1人じゃないでしょ。あ、俺も行っちゃう。 みんなもやっちゃうよ。俺もいや、しかも秋山さんもうワンチャンあるわけっすね。そうなんですよ、ぶった切りゾーンが。いや、マジで強いな。あ、まもなくエンディングが終了します。表示はもう上のあれしか分かんない。あ、終わりました。あ、やっぱり2820枚でした。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、こっからですよね。もう引かねえかな、50%。お楽しみ。いきます。よっ。まあまあまあ、うん、秋山さんお願い。戻してからも勝負だけど、まず戻してほしいもんな。よし、えてっ、なっ、なっ、ぬっ、ぬっ、長くない。おっしゃい。うわー、すげー。いやー、秋山さん、すごい。すげー、秋山さんの日だ。秋山さんの日だ。あらーす。これで伸びたことないんだけど、これから感想とかあんのかな。いや、でもありえんだろうな。まあ、報告は全然ね。ね、ネットでよく見る。20。あ、3枚目。はい、よろしくお願いします。まあでも戻ってくるからね。 あと2回ぐらいでね。そうです、 AT には行きます。よっしゃ、チャンスをいった。マジで軽いな。刺してよ。はい、射止めます。これ射止めたら3回目なんで、さすがに AT の方行くと思うんだよな。無名。無名です。無名な。無名の方がなんかやれる気するんですよね、生駒より。珍しいタイプの人だな。ガットさんの釜掘っちゃう。いやー、ガットさんのはな、100ゲームで決めるとかだったら全然あれだと思いますよ。ああ、そういうもんなんだ。ガットさんの釜だったら出る気するもんね。確かに。めちゃめちゃ出そう。俺やだよ、身内の釜本当。よし、4までいった。うまい。さあ、2択、当てろ。よっしゃ、レイボー。よいしょ。よっしゃ、403ゲーム2万6000円。オッケー。2万6000円、今スムーズに出てきたな。よっしゃ、AT だー。 OK、 でかい。さっきやらかしていくからね。はい。あ、1000枚ぐらいいっちゃう、とりあえず。今日2回やってボーナス1回だけですから。頼みますよ。でもそっ、あ、これも何、ぶった切りなんちゃら。いや、これは普通のスイカです。あ、そう。そんなのありましたっけ。え、初めて見た。でもなんかスイカより偉い音したよ。でも確かになんか
ポキーえ、いや、いきなりあのチェリースイカチェリーだけぶった切り役とかあるんですか。ないっすよね。え、1ゲーム目に何も引くない一発目で金。おいおいおい、あれ、もう一回これ乾燥させてくれる流れじゃないですか。いや、そんなのある。よっしゃ、俺もブコーラス行きました。うわー、みんな当たってる。何だったんだろう。ねえ、何だったんすかね、今の。あ、だから21ゲームになってるもんな。だから、何で引いてんのか全然わかんない。うまい。アパジ、犬やしゃチャンスよ。もう行っちゃったら行くしかないっす。赤くなってのちょっと待って、これもしかして2回目あんのこれ。秋山さん、ちょっと怖いね、これ。今日は甘えちゃってもいいっすか。これはちょっと皆さんが甘えてもいいほど出したいよ、これ。伝説再びじゃないですか。いや、初です。僕まず仕込んボーナスが引けねえっすわ。そこでハマっちゃうと良くないんだもん ね。それが一番しんどいですね。よっしゃ、赤だ。いいよ、頑張ってよ、もっくん。いやー、ごめんなさい。いや、もう大丈夫、大丈夫、まだチャンスあるでしょ。全然大丈夫です、まだ18ゲームもあるんで。いける、いける。なんか引いたか、ここで。よっしゃ、複合引いた。よっしゃ、2連目。よしよし、一発ずつ。オッケー。それ、引くごとに回、あの、その AT の回転数は戻るんです。そうです、あの、ST 方式です。あ、なるほど、なるほど。よっしゃ、300枚以上。あ、多い方来い。よー、来た。400枚以上ですわ。マジ？よっしゃ。あ、そこのボーナスでもう封印引いちゃったらね、モックも感想見えるもんで。封印、機種のことも分かんなくなっちゃう。やばいよ、金使いすぎて本当にバカになっちゃうから。あれあれ、なんで金盛り上がる。結構いってんのかな、内部的にみたいなのあんのかな。いや、ちょっと分かんないですね。なんで今でもそれ直撃ですよね、当たったらですよね。スイカからです。え、スイカの月下が潜ってたってことか、はい、っていうことなんじゃないの。あ、分かる、あるあるある、当たりそうなんか。あ、しかもえ、レアが向いてる。スイカ、あ、あ、これいただいたな、これ。え、あ、なるほど、なるほど。え、なんかゲーム数多くないですか。多い。月下乗せた。周期でも入ってスイカでも入ったみたいなことあんのかな。いや、ないよな。何はともあれ大チャンスですね。いや、秋山さんはもちろん、ロギーさんも AT 近いですし。そうだよね。二郎さんも月下入ってるし。絶対言ったらあかんこと言っていいですか。月下外したことないんですよ。おえー、さっき言ったじゃん。言っちゃダメだって。当たってから言いなよって。さあ、僕3回目のボーナス当たりました。よいしょ。あ、ってことはそれ AT 伸びてるってことよね、 ST が。そうです。で、これも1000枚出たら上位の AT に行くんですよ。あと500枚だじゃん。そうです。あと1回か2回です。ここ、よーし、まず緑。しかも無名取ってる。決済が、イエーイ、すげーな。こんな軽く AT できるもんなんすか。できないですよ。いや、やっぱ結構軽いっすよこれ。よっしゃ、枚数も多い。315枚。秋山先生、俺月下6回やってチャンスください。成功したことないです。何、6回やって成功したことないです。成功したことない、はい。あお、うわー、ダメだ。あー、いやー、でも大健闘。レア役も引いてくれない、はい。325枚ですけど、上の多分3139ってことかな。いや、十分です。ありがとうございます。これ問題どうするかです。いや、だからそれをもって、例えば秋山さんの得意技出してるいただいても全然こっち構わない。繰り出す。確かに確かに、うん。まあ、けど、あの、僕遠目からイニアシア見てる限り、こんなに調子のいいイニアシア3台あんまり見ないです。いや、そうなのよ。で、一応ちょっと一周回ってきますじゃん。あ、あ、そうですね。ついでに、はい、ガットさん何してるか見たら。あ、そうですね、はい。ありがとうございます。石上先生の。はい、いや、いや、厳しいな。簡単に飛びつけるような台はね。あ、いた。え、何言ってんだろう。4円。グランドバラエティ。え、あいつイニアシア、え、そうっぽいですよね。俺ちょっと筐体だけで分かんない。ちょ、近く行きます。
急にイニアシャスン、なるほど、イニアシャ打ってます。ちょっと報告してきます。やばい、バレたバレたバレた、ガッサにバレないように。いやー失敗、バレたバレた、なんか俺がいけないことしてるみたいじゃん。で現状打つ台はないですね。あ、了解です。だこれを続行するかどうかっていうことですよね。僕は続行すべきだと思います、とりあえず。はいはい、ということで、まずはですね、約99分の1で液晶の小当たりを引いて、その後にこの薬物ですね、これ約 3.5分の1で突破という形になります。そしたら初回 52% を突破したら 79% ループで出玉が出るという。あと319も抽選してるんですけども、こちらストックタイムに直で行くんですが 14% しか確率がないので、基本的には液晶の小当たりからの最終決戦、こちらが基本ルートなのかなと思います。あ、赤が1個あるな。赤、これはちょっとかなりいいんじゃないか。はい、ギジさんで、この赤いところ使ってくないで、これはもう最終決戦いっただろう。もうめちゃくちゃ強いじゃん、なんかなんだろう、なんか激アツいただきました。すごいすごい、1000円ですよ。今日やっぱイネーシャの日です。よーおい、よっしゃ、ありがとうございます。投資1000円です。トータルは2万と1000円。さあ最終決戦、この球の動きがたまんないんですよ、球だけに。よし、ちょっといきますよ。さあ来い、さあ球が、さあここ、赤いところは、赤いうちはチャンスだから、あそこにとどまってくれるのよ球が。くそ、怖い怖い怖い、頼む。いやー違う、ナイス、あっ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 、飛んない飛んない、ダメ、この最中はダメ、この最中は耐えろ、この最中は耐えるんだ、耐えろ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 、赤になればあと5秒。ただまだ始まったばかりなんでね。もう300枚ちょっとぐらいです。当たってるよ、3択頼む、行くなって早いな。よっしゃ、赤字出た、多分当たってます。 OK、モック最高。よっしゃ、これ枚数によっては青なら来ます。いや俺なんかやっぱデブ4始まって本当に良かったっす。いや本当ね、大丈夫か、うん、我々やっぱデブ4のおかげでね、うん、そうそうそう、なんかデブも救われるというか、うん、あのすみません、デブ3になる可能性あります。嘘、え、外した、赤文字出て下パネチカチカして外れました。そうだろう、そんなことそんなあんの。いやけどまだ7ゲームあるんでデブ4にさせてください。最後のデブ4、よっしゃ、引いてるのは引いてる、引いてるのは引いてるぞ。よっしゃ、いけ、頼む、よいしょ、よいしょ、よっしゃ、まだデブ4継続、よかった。疑似連なし発展熱いんだな。ちょ、もうそれで1000枚超えちゃおうよ。これが青七が飛び込んでくれば、来い青青、よっしゃ、よっしゃ、いや、やっぱこれで燃える命だ、強いんだよ、すごい、ね、え、珍しい、流れ地上、え、違う方のエピソードだったんで、え、珍しい、どういうこと、これ終わった後もう一回来ますわ、青なら、ナイスナイスナイス、やった、これでかいっす、つまりいっぱい出るってこと、いっぱい出るってこと、あ、なるほどね。僕ね、もうトントンまでは行きますわ。マジ、はい、この後もエピソードだし、広角今3つついてますわ。さすがに2人完走したら負けはねえだろうな。頼むぞ、ここを3つついてるとはいえ絶対に痛めろよ。そこ気抜くとやられるからね。そうですね、さっきの俺と一緒だ、ここを通すだけでだいぶ違うんだから、乾燥したと思うなよ。玉ねぎって一応乾燥みたいなのあるんすか、エピソードみたいな、俺あの知らないんだけど、上位に入ったらありますね。でそこで切れて下位の、
揺れ感が切れたら絶対 AT なんで、普通に打ってら引けるって大丈夫だって。3つついてんだぞ、まずい、まずい。せっかくだからオールスター目出しちゃえばいいよね。せっかくだから、あと7しかない。おっくん3択だ。当てたら激アツなんで、もうボーナス当たります。お願いします。左行きます。行こう。いいの？右じゃないかな。中かな、どっちかっすね。右か中どっちかですね、間違いなく。左が外れたからね。お願い。いやもう右か左、いや左系選択しなかったな。一番ないっすよね。まあ普通右だよね。うん、タクじゃねえチャンスめ、これタクじゃねえやつ。タクじゃねえやつ引け。引いた、確定です。うまい、よっしゃ。いいね、やっぱモックすごいな。確かにモック強いね。攻められ散らかした。危ねえ。これで1000枚。はい、1000枚と上位です。素晴らしいよ。よかった。もがみくん。もがわです。あ、もが。もがわです。普通に間違えた。ちょっと本名ボケ間違えるのやめてあげてよ。ただの失礼な人になった。これで流る、あ、血が燃える命の方ですね。僕すっごい熱そうだな。はい、ちょっとさっきの椅子に興奮して。ちょっとカバネリ面白そうだな。面白いですよ。えなんで、あら、スイカすごい、そんな月下行くっけ。スイカから月下行くってやっぱ高設定なイメージなんですよね、うん、見たことないですもん俺。さあラストゲーム、ここ頼む。えラストゲームにこんな発展の仕方あんのかな。あ、当たってる。だって外したことないんだもん。はい。一度も。じゃあ心配するだけじゃないよ。いや、そう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 、そらそうよ。俺らが今ここで言うのもおこらましょ。外したことないから。すげーだ、いいね、有益実行。98ゲームで AT です。よし。こんなポンポン入んの。もうだって6回ですからね、初当たり。すごくない。 AT のあとは刺すだけですからね。よし、うまい。最短ここ。あー、クソボケ。うらおい。これで二郎さんも自分の分まくったら階段登っていこう。もう、あ、いやもう余裕で勝ちよ。だってモックもまくれそうじゃん。僕まくりましたね。マジ。はい。で俺がまあちょっとへこんではいるけど、で全部返ってくるから。そう、あ、そうだった、うん、いやまあ事実なんですけどね。あ、結果いった。いいね、いいね。これスイカ引いた。いや、これさっき溜まったばっかす、三日月でした。いや、そんなにスイカで結果いかんすやっぱ。さあ無名回想、うわ 100ゲームじゃん。俺も今最強特化ゾーンのチャンスゾーンやってますから。おお、頼むよ。マジ。はい、うまい。おい、え、マジ。いや、いいよ。マジだよ。すげえ、うまい。いや、これは大丈夫。やった、すごいっすよ。もうこれでまた AT っすから。346ゲーム、うまっ。ちょっとその2人が感想見えたらもう俺やめるよ。それは確かに。お、4個。え、結構4個熱いんじゃん。さっきも4つだったけど。あ、また一緒だわ。緑、ギジさん、ここまではいい。この赤がどう絡んでくるかだよね。前回もこんな感じだった。で最後1個。あ、これ強いでしょ、もう絶対。ただ1個違うのが、さっきは赤い保留だったんだよね。激アツで震えてる。よし、これは取ったでしょ。みんなにいい報告がしたい。すき焼きが食べたい。よし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 。24,500円ですね。パチンコでは4,500円ということで。いや、もう次こそね、入れましょう。ちょっと入れたのがいいのかな、これくらいで。
さあ右から球が出てきまして、ここそうそうそう、これ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 、大丈夫、 OK OK OK、 これ真ん中に行く、真ん中に行くから、あーちくしょう、今だ今、あーくそダメ、この時間、あー惜しい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 、真ん中真ん中真ん中、今はきつい、耐えろ耐えろ耐えろ、うわー頼む頼む、あーもうなんでよ、めちゃくちゃチャンスあったじゃん、くっそ終わった、なぜのびん、残り53ゲーム残っててエピソード4まで行きましたわ、あれすごい、ね、あんじゃないこれ、これ 2,3 回は挑戦できそうですね、さあ100ポイント、これ行っちゃったら大変だぞ、いかんか、まず1回目は失敗、封印中です、殺生丸様、あ強い、3、2、ダメ、よし、おー最高だった、あざす、あるよこれ、封印中ぞ、秋山さんルート乗れる可能性あります、いやこれ全然いく、え、ここも完走、ここも完走、いやこれね、二郎さんの場合はね、これまでの溜まってんのがあるから4000枚ぐらい出ちゃうんですよ、2万8000入ってますんで、確かに4000着が出ますね、だから僕全然足りないんですよ、まだゲーム数がやっぱこれじゃ全然ダメなんで、しかもこれ多分1000枚乗っちゃうかもな、またです、また2000分の1です、ロギーさん、またそれ引いてる、すごいね、だけど3回以内のボーナスで絶対入るって言われてるじゃないですか、だから引く分に越したことはないんで、いやもうさっき入ったし、あそうか、結果で結果で挑めたんかさっきも入っちゃったし、いやいいことなんですけどね、 Thank you、いや早いっすね、いやうめえなマジで、すごいすごいマジで、おお斜め、おお来てるぞ、 Thank you so much、 おいなじゃ、早すぎる、早すぎる、いやマジロギーさんあんま打ったことないから分かんないかもしれんすけど、はい、こんな簡単じゃないっすか、そうなん、いや見た感じさ、あいや確かにね、うん、今日見てる限り俺もう毎日いらっしゃるとうかなと思ってたけどいいっすね、来てるぞ、お前今日やるんだな、やったー、さあというわけで僕も、上位の ST っすね、はい行こう行こう、ビバ ST、 ビババトル入りました、あれガットさん負けてるときは言いに来なきゃいけないっていうルールでしたね、ねそうっすね、当たってたらもう勝ってんのかな、いやわかんないですよ、あの人の負けてるの範囲がどの程度なのか確かに、だから2万ぐらいまでなら OK だと思ってたらバグってるから、ただこんなこと言ってますけどなんだかんだやっぱやる男ですもんね、そうなんですよね、結果出してきてますから ねガットさんソロプレイの強さ半端じゃねえから、うん、もう赤かよ最悪、白赤赤あんま乗ってねえなこれじゃあ、ちょっと向いてねえんかな、イニアシャでも99はよう当ててんな、知らんぞ、さあ乗せ判定、イニアシャ、おー乗った、10ゲーム乗った、10乗ったよ、でかい、来ました、それは来ました、あー頼めマジで、ここでボーナスいけたらもう4つなんで1000枚を超えます、つまりユニコーン切れる、だから切れるタイミングはもう行っちゃった方がいい、何も引いてない、何も引いてない時のがめっちゃ熱い、何も引いてなかったもん、100% です、ロギーさんも始まりましたね、よいしょ、うまい、最初からか、来た来た来た、オッケーイ、来た来た、あマジで見えてきた、完走マジで見えてきた、あれ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 どうしたんすか、わ今日ワンゲーム収録ですか、おいみんなとみんなと力合わせて今頑張ってるところよ、俺はこんな息を追おうとくるってことはさ、ねえ、イニエーシャ打ってたんですよ僕、パチンコの、はいはいはい、まあ、弾は弾は今ないです、5000円使って終わった感じです、3点でも5000円しか使ってないです、あ、偉いねじゃないです、うん、今ここにいる全員もしかしたらプラスになるんじゃないかみたいな、全員プラスまで見えてます、カバネリも、はい、いやもうプラスです、カバネリプラスっす、ビババトル入ってます、もうじゃあ全然いいっすね、いやマジでもしかしたらガットさんがマイナスだったがためにっていう、そう可能性未来もあるからマジで頑張って、いやもちろん頑張りますよ、だからイニエシャはもうやめようかなと思った報告しました、あーなるほど、なるほど、次何、そっから真面目にいってます、いや、イニエシャも真面目です、全然真面目です、え、ギャグじゃなくて、ギャグじゃなくてもっと頑張るから、だから頑張っても結果出ないことってあるじゃん、
ただそのイニエスタはふざけてると思われたくなかったらちゃんと違う、頑張ってるだけで褒められるのは学生までなんですよ。ガッツさん結果出しましょうってことですね。はい、オッケーグードでも出ないっていう顔してた。言いくるめられて終わっちゃった。こうなると思ったんだよ。だからこうなると思ったんだよな。あの人オッケーっておもろいな。やっぱ面白いな。あすごい、この後いい流れ来てくれ頼むから。天才だよガッツさん。困ったらオッケーなんだ。あんなさすごい嘆いてるし、やばい、ガットさん助けてくれ。せっかく入った上位 AT が、おい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 、え広角も3つついてんのに。もっと刺してそれは頑張ろうよ。そこはよっしゃ 66%、 当たった、よかった、当たりました。よくやりました。ナイスモック。ありがとうございます。さあここからがプラス分です。やっぱモガニ川はパッチするな。モガワです。モガワです。モガワ。モガワと申します。はい。うまい。うわあ、なんか。リプレイで 1ゲーム目のリプレイで当たった。オッケー、いいねいいね。え、じゃあ全然ゲーム数使ってなくないですか今回。全然使ってない。いや、イニエスタ3台完走したら大変よ。大変です。そんな動画見たことない。うわ白、うん、そんな動画見たことない、はい、確かにこんなに AT 入ってるのも見ないです。マジで、うん、冗談抜きで指定台疑われる、はい、ありますから。それ本当にもうこの段階で疑われてるまであります、はい、そのレベルなんだ。そうだって朝から全然取れんのにそんないい挙動すんのかいって、っていうぐらいいいっす。しかも俺早かったからさっきの300枚ぐらいのやつ引き継いでるんだよ。ああいいねいいね。あてことは300枚引き継いでるんだ。え、つまりは枚数引き継いでるってことっすもんね。ってことはもう300枚出てる。あーはん、なるほど。あーはんとか、うん、ちょっとバカ下手なんだけど、せっかくのバカなんだ。あのね、もうレパートリーないのよ。もう出し切ったんですよ。まだ可能性残ってる。赤だら封印確定してます。もうまだ引き戻せばね、はい、ぶった切りとなりますんで。さあ50引き戻せばだって出るんだもん、2400枚そこから。やく引ける、やく、おーしゃい、うまい、早っ、しゃー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 し、22ゲームスルーした手やからな、優しくしてくれよ、優しくしてくれよ。40じゃないですか、40くれ、40くれ、2週か、うまい、よーし245枚なんで、1000枚ちょいです。1100枚ぐらい、ほぼトントンって感じですか。じゃあ、ほぼトントンぐらい。あ、もうちょっと持ってるのかメダル。え、じゃあ4人ともプラスか今。いや、俺も今ねトントンぐらいだから、秋山さんの分浮いてんじゃない。秋山さんとモックンの分か。これガットさんがパチンコ当てた瞬間とどめじゃないですか。そうね、あ、秋山、400ぐらいハマっちゃったんですけど、はい、チャンス目引いたんでぶった切り。おいしょ、ぶった切るおつもりだ。あら、秋山さんまたぶった切るおつもりだ。ぶった切れました。白だけど白赤になりましたよと。ボーナスさんの307枚ですね。嘘だろもう。ねえ、くそ、もうなんなん。おかしいって。もうなんかやらせ。なんなん。ロギーさん差し切れず。壁があるよ壁が。ロギーさん本当まだ有利感店長見えてくるから。安心して打てますよそこ。まだ。はい。
まあ、ぶん回すしかないですね。でしかもそんだけ入ってるから、そのあんま使わずにいってるから。ああ、なるほどね、うん、えオールスター目引きました。来た、おい、何それ。なんか6000分の1ぐらいの、1000分の1全部揃うやつなんですけど、恩恵わかんないです。上位 AT 中に引きましたわ。ちょっとよっしゃ、すき焼き食べれんじゃん。ただのボーナス、本当に。でも本当ガッコさん止めよ。さあ300枚以上確定。いや、なんかあんじゃない、やっぱそれねえ、あってほしいですけどね。フルスター選ばれないかな。ああ、生駒なんだ。生駒で逆に、生駒いつもちょっとマックスベッドで飛ばすんですけど、連打しますわ今回。300はいきます、超えよう。ここ超えたらどこまでいくかわからんぞ。500、いや超えねえんだ。ああ、なるほどね、なるほど。渋いね、ちょっと渋いっすね。え、モガガガガは何枚で。ああ、モガガです。そっちの方がむずいな絶対。今だ、漢字で表せられなかった。なんて言ったんですか今。1500、1600は確定してます。あ、1600は確定してる。すげえぜ。あのカバネリの最高記録です僕。いや、それを今日持ってくるあたり、やっぱねエースなんだよねきっとね。この番組でしか勝てない。これでだってもうほぼ4連勝は5連勝じゃないですか。あ、5連勝、はい、すき焼きの力だ。やっぱほら言ったじゃない先に、最初にね、うん、弁当言ってたがみんなすごいんだって、うん、だただジョジョ園っていう名前にビビってるだけ。あ、だからジョジョ園って次から言わないでほしい、うん、焼肉弁当ですって言ってくれる。はいはい、あ、いいっすね、うん、そうすればね、何の焼肉弁当か分かんないです。分かんないですね。ただそれジョジョ園じゃなかった時ショックでかいんでね、うん、ジョジョ園じゃないんかーいとはなるんで、ちょっとそこはでも我々もちょっと大人になろう。さすがにさ、焼肉弁当でごね出したらもういよいよ。多分ね、弁当食えなかったらね、何かしら文句言うんですよ僕たち。うん、そうね。まあ、しかも大手屋の時は食えても文句言ったからね。ほんでこの番組そんな豪華な弁当ばっかりじゃなくてもええんちゃうかって心配になるぐらい、うんうんうん、ただありがたいことにコメント欄はもう高い弁当食わせろってすごいすごかったねあれは。やっぱ感情移入してくれてますよね。なんか俺らよりすごい、うん、弁当食いたいじゃないですか。弁当食いたいじゃないかっていうぐらい。デブ目線の人たちが多いよね。せっかく買ったんだからいいもん食わしてよみたいな。昼抜いてますからね我々。そうなの、ね、今もうそれがね本当に抜いてますから。朝からマジで誰も食ってないですからね。頑張って回します。最悪だ、変なタイミングで。何それ天才。もう6、ありがとうございます。いや、まあここは自力かもっすね。じゃなくて、いや、じゃなくて。いや、僕のその引き疑われてる。設定もあるけどやれてるんじゃないね。設定もあるけどやれてもいる、うん、さあ僕11連目です。おー、すげえ、すごいすごい、やばい、すげえ腹減ってる。僕もめっちゃ減りましたわね。今腹減りすぎて今ちょっと変な汗かいてる。今日は食いましょう。いや食えるでしょ。食えるよ。いや食えます、食えます。今日は食えるでしょ。だ、石神くんがだからさ、ちゃんと出してくれてればいいんだけど。300枚。本当に何やるか分かんないもんね石神くん。でもあの石神くんの代わりにモモモモモモがいっぱい出せば。あ、モガワです。あ、モガワ。モゴモゴしてました今次郎さん。モゴモゴしてました。ガットさん来ないのちょっと怪しい説。いや当たってんじゃないですか。じゃあ何打ってるかも分かんないですもんね、うん、だから振り切れてブチ切れてる可能性もあるし、めっちゃ当たってる可能性もありますよね、うん、あの人メンヘラだからな。あの年の男でメンヘラって一番立ち悪いよ。すぐ怒るし。また怒り方が可愛いんだよな。あ、さあついに残り3ゲームまで追い込まれました。マジか。いや、感想だ、感想。よっしゃ、これ3択当てる、当たるわ。いけ、もっといけ。はい、左です。ガーズした。いや、中だろう。結構あるよ、結構。先言ってくれ、頼むから。いや、俺も中かなって思ったとこあるのよ。当てりゃいい、当てりゃみんなナイスって言ってくれる。ああ、ああ、終わった。いや、でも全然全然
1852枚です。いや、素晴らしい、すごいすごい、ナイスナイスナイス、ありがとうございます。もう俺これ回さんでええんちゃうかな、この50ゲームは。いや、僕もどうしよう、打つにしても違う台かな、うん、だからパシトロの違う台行ってもいいだろうし、そう、さすがにだって俺はね、あともうちょっとしょ、さすがにこれ。そうで、俺もそこはもう2スルーしてるから打たなきゃあれだから。確かにお二方とも、ね、うん、AT はやれるから。僕これあんまり打っちゃうと650点超になってるんですよ今、上位 AT 入ってるんで。あ、確かに。あ、1400枚、投資28本の1400枚。いや、素晴らしい、トントン、本当にちょいプラですね、本当ちょいプラ。いや、僕100の前兆外れたんで、まあ、本当は打った方がいいですけど、時間との兼ね合い見てやめようかな。1696枚、うまい。あら、あれ、あら、あ、ここか。うわあ、ああ、ちょっとちょっと、パチスロ組調子いいのに。いや、それ当てたいですけど、簡単に当たんないですよ、マジで。まあ、4人分の弁当は多分もう準備してもらってると思うんで。いや、待ってください、今どれくらいプラスなんですか、じゃあ。僕は全然なんですよ、100枚、200枚です、はいはいはい、ただまあ取り返したんで、28本入れた。あ、そうですよね、はい、入れた部分が。で、ロギーさんはまあ、もう言うてる間にユリカン天井で出玉プラマイゼロぐらい。なるほど。秋山さんが1500枚2000枚浮いてる。で、モックも1000枚ぐらい浮いてるんじゃないですか。マイナス今2万、待ってくださいよ、マイナス今2万7000円ぐらいです。重大な発表します、はい、現状5人トータル、はい、ちょい負けです。ちょい負け出たよ。しかも本当にトントンちょい負けぐらいの。多分ロギーさんも絶対 AT に行くし、はい、で秋山さんも当たれば当たれば AT なんで。だからこれ我々どうすればいいかなと思いまして。ああ、プラってる人ね。で、あのガットさん的には、まあ、まだ時間はあるから取り返せるとおっしゃるわけです。どっちかの AT ある程度伸びないとってことですよね。まあ1000枚じゃ足りないですね、はい、両方が500枚ずつとかでギリ大丈夫かなぐらいです。いや、俺はもうなんかもう一気に勝負して決めちゃってもいいと思うけど、今のパチンコ10分じゃん。ちょっとじゃあ分かりました。じゃあもうガチョさんはもう任せます。で、僕とモックンはなんかノーマルいきますわ。確かに。そうですね、ちょっとなんかそれでなんか3地区やめてくださいっていうのもまたちょっとあれです。そうですね、もうガットさんが自分を取り戻すってために。ガットさんだけが悪いわけじゃないんで、これ負けたとしても、そう、だから納得するあれをやってください。はい、分かりました。多分30超えたら腰とかに来るよ。腰ね、もう来てんすよ最近。でしょ、収録中に下のメダルを拾おうとしてすごい肩が外れたりここがつったりが最近めちゃって。あー、でしょ、はい、もう若くないのよ。足つった。なんで足つるんだよ。ガトさん、なんでつったんですか。足つるんだよ。今三択出ました。それより大事なことあったでしょ今。多分もう結構足りないとこまで行ってんじゃないですか。かな、もう一回計算する。いやー、一発目でここ。あー、当たりますね。赤、赤、待って、マジでマジである。あれ、え、でも何でラスト？うわー、ナイス。なんでラストなんですか。あ、ユーリカ天井、うん、ロギーさんの天井でみんながどういう状況か分かりますね。いや、ちょまし、どれで心配なる顔やな。え、いや、わかんない、いってらっしゃい。